フィッシュ、おかえり。いいね。ててててて。この辺町からこんにちは、竹ほらです。マルゴットチャンネルではこの辺町の情報を中心にお送りしています。マルゴットチャンネルのテーマにはこの辺暮らしを紹介するというテーマもございまして、こちらの赤いところがこの辺町になりますが、車で1時間ぐらい走るとこの辺の辺りですね、いろいろ行くことができます。八戸市や三沢市、十和田市、十和田湖や小川原湖、いろんな面白いものがたくさんあります。この辺町のこの辺に住んでる竹ほらなんですが、今日は八戸市の海にこいつと一緒に行ってみたいと思います。どうも初めまして、マルゴットに入りましたフィフィッシュです。それでは早速海にザブンと行ってみたいと思います。はい、ということで五戸町から、車で40分立花岸壁朝市をやっている立花漁港にやってまいりました。こちらのフィフィッシュ水中ドローンを使ってですね、八戸の港の魚を捉えてみたいなと思います。ちょっと可愛い顔してないですか、フィフィッシュ。はい、こちらにフィフィッシュの本体がありまして、にケーブルを挿していきます。100m のケーブルがあって、ここにコントローラーとスマホが載ってます。スマホの絵をする。じゃあスイッチ入れます。はい、準備ができました。それではフィフィッシュを投入していきたいと思います。ダメだダメだ、手つけないとフィフィッシュが帰ってこない人になるかもしれない。昆布の採取に成功しました。昆布、おも結構でかくない、この昆布。フィフィッシュ、おかえり。あ、貝もついてる。でかでか。生子は取れなかったけど。あー、取れる。あー、釣り上げる。はい、釣り上げよう。フィフィッシュで魚を見つけて、そこに仕掛けを落として釣れました。サバです。サバやりました。でってくれってって。はい、今回はマルゴットに新しく導入されましたフィフィッシュ、こちらを立花岸壁で潜らせてみました。この辺町から車で1時間圏内には本当いろんなスポットがありますので、フィフィッシュと一緒にですね、これから紹介していきたいと思います。今回の動画が面白かったな、ためになったなという方はチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイ。